本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜祭です。本日は、モブサイコ第2期第1話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。どんな話になるんですかね私、 原作読んでないんであの第1期のアニメを見てめっちゃめちゃハマっておお第1期と同じイントロダクションじゃんはあうれしいですねうわ懐かしい何回見たかねこれリアクションと一緒にそんなのも思い出すな第だから2期が来ると思ってね 原作を読まずに待ってたんですよああやっぱ諦めちゃいかんのですよ日記をおどんな話になるんだまた師匠が依頼されてきたのか前期でね第七支部潰してでなんか最後 くねくね怖っ住んでて第七支部のメンバーもなんか仲間になるんじゃないけどなんかモブと霊源に希望を託したエンドっぽかったよな来たー霊源来たー <laughs> 正しかったかな はいあそうそうでしょうね霊言ちょっとは霊能力目覚めたんでしたっけなんかあのえくぼが見えるくらいにはなったんですよね <laughs> あいいんじゃないもう全然いいと思う あのちゃんと解決してうん就学までこぎつけようっていうインセンティブが働くようなレ言ンの側にも <laughs> すいません大根の妖精へえかかしあ意外と早かったな なんでかかしがほうなんか本当にこの辺はね有名な逸話のくねくね思い出すなそうなんだあ <laughs> 相変わらずだなあれいは。 しかしまあこっちも相変わらずでまたうわっクネクネじゃんマジでクネクネかはは権利にクネクネがここに出てくるとはねびっくりしたわ見ないほうがいいんじゃないこれあんまりお<う>こっちも相変わらず作画も素晴らしいね PV とかチラッと見た限りだとねなんか綺麗に整っちゃったかなと思ったけど相変わらずこの荒い感じもうベテランの作画ベテランのアニメーターがもう好き放題筆を振るってるこの力に満ち溢れた感じたまんないですねうんいやーいいいうん素晴らしい 単に作画がいいだけじゃなくてカメラワークとかレイアウトとかも本当にね効果的でお見事ですね。目を引かれる。ちいち細かいところまで。うん。うん おうここ <laughs> あの誰だっけカラムチの寺田かあれをテルキがすぐ覚えられたのと同じように敵が使った技はコピーできるのかなああなるほど なる,ほどなるほど、なるほど。うん、すごいでしょ。これが本体あ、なるほど。はははは ああ、コーパミみになっちゃったよ。なんか残った。なんですか <laughs> <laughs> 大丈夫か、それ。<laughs> ああ、良かったっすね。うん。<laughs> <laughs> うんああうんやってみようどうなるんだろうえー、これちょっとチートじゃないちゃんと美味しいの問題はそこだよな <laughs> なんでたけしの挑戦状になってんのいらないよ お一期のオープニングもねすごく良かったしねでこのオープニングにその本編内での内容がきっちり詰め込まれたんですよね一期では今期でもそのスタイルは踏襲されるんだろうなという感じうんで あのキービジュしか見てないですあ PV も見たかキー,キービジュと PV だけ見た感じだとなんか第七支部のメンバーも普通に生き残ってるんだけど特にあの村木とかスーツ着ててあっ更生したんだと思ってうん他のかつてのメンバーもなんかねえあの特に一番手ひどく その幻想を打ち砕かれた村木がスーツ着てたりとかしてて見た目変わってて第七支部というか爪を卒業していやーすげえな素晴らしいなこれ <laughs> 爪を卒業してなんか社会に適応してるっぽい感じになってたんでいやーかっこいいねーうんあのビルの 周りをぐるーっとカメラが回っていくシーンとか 3D かすごく実写みたいなねえー、これまだついてたのあの辺も CG の使い方とかうまくなったよなまだやってんのかよこいつらうん競争いねえじゃん <laughs> いやそこを解決しないまま何を続けてんだこいつらなんでメザットさんがいんの 目里とさんは何を目的に彼らと接触してんだ暴走しないように監視してるのそれともモブを普通にだってね一気の最後でうんそうそううんまた悪いこと考えてんな本当に前期で懲りてねえのか 美里さんはそういうよこしまなことを考えるとどうせろようなことになんないですよあなたがイベントこしらえて成長ってあら川村さんなんであ前期からそんな時間たってないのか直後なんだ もう徳川じゃないの <laughs> 確実に空振りに終わるわ目里さんには悪いけどこの人こうやっていろいろ企らんだりとかなんか操ろうとするんだけど絶対うまくいかないよねうまくいったことないしさうん つぼみちゃんがどんな人なのかいまだに分かんないんだよなああれああ一期の最後のシーンかと思ったけどちょっと違うのかいやー分かるでしょバレバレじゃんうんなんじゃそりゃえうん つぼみちゃんよくわかんないんだよねー子供の頃もさなんかモブの超能力最初楽しんでたけどすぐ飽きて冷たくなったりとかはあこれがいまだにわかんないですよねー いろんな作品でね生徒会長ってなんかステータスの一種みたいに扱われてますけど正直現実の生徒会長って雑用係のさらにまとめ役みたいななんかあんなめんどくさいことをなぜわざわざ好き好んでやってんのかと <laughs> イメージ思うぐらいで全然生徒会長とか憧れもなければなりたいとも思わず なんかいつも大変なお仕事されて頑張ってますねっていう感じではい <laughs> 森重洋平 <laughs> うんあ特に別にそれぞれ何かあったりしないのね <laughs> なんであれか次期総裁を 指名するみたいなあら徳川おおなるほどいやこれはこれでいいと思うんだよねうんちゃんとせまあ、あのー、選挙じゃないけど 政策に不満を持った国民の声を聞き入れて、一旦解散してもう一回総選挙するっていうのは、実に民主主義のいい面が出てる、誠実な言い方だと思うし、一旦辞任してもう一回選挙するっていうのは全然ありだし、すごく誠実だと思う。おう。 完全にモブはやれって言われてやってるもんね。お何を言うんだろうモブが。特に何も考えてないと思うんだけどな。別に本人がやりたくてやってるわけじゃないしななんか演説の場で <laughs> 言うべきこと何にもない。 本当だよ聞いたことないよそんなやつなんか言えやそりゃそうでしょだそっち方向諦めた方がいいと思うないや本当だよ全く後で考えてなかったね影山さん <laughs> 浮気されとる でもこうやって流れ流され流されて流れ流れてあでも今度は特に怪しいことないなほうはああ,あそうよかったっすねうんでもあ,あなんだ でも別に怪しい感じしなかったな本気なのかなうん部長優しい <laughs> まあ怪奇現象にはこと書か,かないんですけどね今回の場合は見守ってあげましょう あら影山さんよかったっすね最初は何やってんだと思ったけど一応勇気を出し <laughs> まあちょっと似ても似つかないかな一応勇気を出して立候補してよかったっすね大恥かいたけど うんちょっとねまあそれもあるけどまだ言えないよねもうちょっとちゃんと関係できてからだなまだ危ないしねそもそもなんだいうーん エミさんがなぜモブに惹かかれたのかさっき言ってた通りなのかねどうですかねモブって影山茂雄って女子から見て私は好きですけどねモブうんいろんなタイプのキャラがいるけども主人公だけを取り上げても。 いろんな主人公キャラの中でもかなり好きな方うんノリノリなんでこの人はこんな勘がいいのちょっと怖いんだよね霊言 <laughs> の直感力というか無意識に正しい選択をする能力は ちょっと超能力じみでって怖いことは怖いんだよねうんうんあれがね怪我の巧妙になったんだもんねこれが超能力でぶちこしになったりしたらやだなあエミさんの前で超能力を使わざるを得なくなってそれで怖がられたりとか嘘をついていたというか隠していたことを 咎められたりしてこの関係にひびが入ったりしたらちょっと悲しいなうんほうなぜ <laughs> いやモブはそういうやつでしょ。 それはねまあ暴走しないように抑え抑え続ける癖がついてるからねうん今のあのねの言い方なんかあ<ー>あそうにしちゃ自然だったけどね うんあそうまあでもちゃんと言ってくれたのよかったないやーきつーきっつーありがちないたずらだしねよくこうやって騙されるパターンあるけど。 ああ、ひでことすんな。よくそんなことできんな。心が痛まないのかね。それとも本当にモブがそこまで見下されてたってことちょっ。ちょっとあんまりじゃないですか。 なぜ破るる必要があるんだ絶対本気で書いてるよね、エミさん。嫌なことあっても付き合っていなきゃいけないパターンですか、エミさん。ク <laughs> ソ。ムカつく。 地蔵。うーん。ひどいよ。もーブ。もー。 やっぱいいわ、うん、モブよやっぱモブ大好きだわそういうところよ <laughs> どうですかユミさんあなたこれがあなたが騙していたモブですよ いやああ、これで超能力を使うわけねなるほどねこれがねどう 見えるかねえさんから見てねモブの超能力っていうものが本当にこんな優しい男いないんだけどねああ,あ,あ あっさりまあでも確かに今まででも問われればいててなあれいたんすかちょっと見直しましたかいや <laughs> 珍しいうん。 どうなんすかねただそれで態度変わるような人だとうんうん <laughs> 相変わらず超能力に対する評価低いないやーでも今もう変わってないねうんなるほど うん。えあの一期の時のラブレターとはちょっと事情,事情が違いますけど <laughs>。<laughs> まあでも十分優しいんじゃないですか。こんだけいろいろあったのにまだ27%か。 おうんいやーよかったまあ何がよかったってとにかくあのモブがモブのままだったのが個人的にはすごく嬉しかったですねでねなんか前期第1期のラストでねあんだけ緊迫した状態でクライマックスを迎えてで第7支部を潰してでその後ね もう速攻で爪の他の連中、他の支部からとか、追手が差し向けられて、で、大乱闘で、この第2期の一話始まるのかと思ったら、なんか一期の最初の方に戻ったって感じですね。すごくいい。モブのその生活、本当にね、この作品の肝となってる部分ですけど、その超能力者イコールヒーローじゃないっていうね。 超能力があれば何でも解決して、で、すべてがうまくいって、で、ヒーローになれるとかじゃないんだと。超能力者には超能力者の超能力がない人間と同じぐらいの退屈でなかなか欲しいものが手に入らない。そして時には辛かったり、悩んだり、迷ったりする普通の日常的な暮らしがあるっていうのが、この作品の大きなテーマですけど、モブのその普通の学生としての日常とか、その中でいろいろある出来事とか、モブを悩ませること、 モブをととめかせるこいいろいろあってで、その中でのモブの行いとか心の動きとかいろいろ描く感じで今回開幕したのはなんかいい感じですね。これでね、あのもうひたすらニキはいきなりなんか超能力全開のバトルから始まってずーっと続くとかなるとまあよくあるねバトル漫画とか少年漫画にありがちなその力のインフレが続いていってこの先どうすんだみたいなことにもなるしまあそういうメタ的要素を そういうメタ的視点から外れて考えるとしても、やっぱこの世界とかで、その中で生きる人たちのことをまんべんなくなるべく描いてほしいというか、なんかある程度ね、その超能力者同士、超能力業界の話になると、なんか日常世界よりは、はるかに空の上の世界の話ばっかりが続いてて、結局、そのもともと地に根を張って暮らしていたはずのこの人たち、そういえば日常生活の中に置いてきた、あの人はどうしてんだと。 あの人とはどうなったんだとか、どうやってそのじゃあその戦いがない時はどうするんだとかねいろいろ省かれてしまう部分が出てくるんでこうやってなんか日常生活の中から徐々に徐々に視点を上に上げていってっていう感じで始まったのはすごく嬉しいですねまあ特にモブねうんしつこいですけど第1話から他のキャラクターにはそんなにフォーカスを振らないで大部分はモブに焦点を当ててで エピソードが展開していくとでも、モブはあれですかね、強くなったんですかね今回みたいにね、あの、告白されたりとか、で、それが嘘だったことが分かったりとかした瞬間に、相当、パーセンテージは跳ね上がっててもおかしくないからな。まあ、それも、まあでも、言っちゃうからそれはないだろうと思ったけど、ただ、80ぐらいまで跳ね上がってもおかしくなかったような感じだったけど、それはモブが強くなったということなのか、それとも、やっぱりあの、エミさんの心情とかを考えてさして、 で、騙されていたんだけど、それはそれとして大切なことを教えてもらったというか、大切な言葉をもらったと、そういうふうに捉えていて、で、だからそれほど衝撃じゃなかったっていうことなんですかね。まあ、わかんないですけどね。まあ、でもとにかく、全体的に期待されていた通りのモブサイコでしたね。相変わらず、健在でモブサイコここにありと、モブサイコ2期 を期待して待っていた人はたくさんいますしリアクションの数が尋常じゃないぐらい多いんですよね私がチャンネル登録してるアニメリアクションのいろんな人たちがことごとくモブサイコだけは取り上げるとこれまで全然視聴作品が被らなかった人たちもこのモブサイコ2期になってまた久々にリアクションを拝見するという人がたくさんいますね、うん、すっごく多いいろんな人が見てますね まあでも彼らにも本当に大変素晴らしい大腸だったんじゃないかと思います作画も素晴らしかったしもうその辺のそのバトルの描き方とかもう全般的な絵作りに関してもう一期よりさらに一期もあれだけ素晴らしかったけどさらに洗練されてるんじゃないかという感じるぐらいに文句のつけようのない出来上がりでしたねでそのストーリーの構成とか ね、キャラクターの描き方も相変わらずでまあ個人的にですけど何回か言いましたけど特にモブが相変わらずだったのが本当に嬉しいですうんなんかあんだけのね大乱闘があってそれを無事にまあ本人はそう思ってないでしょうけど解決に導いてでそれが何かしら変化をもたらしてるかと思ったらそんなことはなくて相変わらずモブはモブでなんかいちいち良かったですね今回まあそんな感じでリアクションも大変多いんでそっちも楽しみだし あとどうなんでしょうね。海外の、その、リアクションもそうだけど、配信してる、どうだっけネットフリックスでしたっけそっちとかの評判もどうなんでしょうかね。リアクションと一緒に見返すのでいっぱいになっちゃって、コメントまで拾えないかもしれませんが、まあ、どっかのリアクションフォーラムとか、じゃねえや、どっかのディスカッションフォーラムとか、もし目にすることがあったら、その辺もちょっと覗いてみたいかなと思っておりますが、まあ、とにかく大変いい出来で、2話以降も大いに期待させてくれる、そんな感じの大帳でしたね。うん、素晴らしいです。 そんな感じで、モブサイコ第2期第1話を見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。